やあ、旦那。ご飯はもう食べたかなクッキーがあるんだけど、まだなら一つどうだい旦那。ああの奴にもしちょっかい出されても、多めに見てあげてほしいな。あいつはよく人をいじるんだけど、悪気はないんだ。ま、どうしても我慢できなかったら、俺に言ってくれればいいよ。ちょっと閉めてくるから。旦那。 小腹が空いたら俺を呼んで。何か手頃なおかずでも作るからさ。こう見えて俺、リー先生から覚えた料理をいくつか作れるんだ。旦那、ロドスで機械に関する講座みたいのはやってないかな機械に興味があってさ、ちょっと勉強してみたいなーなんて思ってるんだけど。はは、旦那。 ここだけの話だけど、俺は結構長い間、探偵ならみんなリー先生と同じことをするものだとばかり思ってたよ。マフィアの乱闘現場の野獣馬とかね。旦那もわかってるとは思うけど、あれほどの頭脳と能力を持ってすれば、あの奴はいつか絶対すごいことをやってのけるはずだよ。けど俺としては、何をするにしても、 昔のあいつにだけは戻って欲しくないかな。俺とリー先生の関係ね。どう言ったらいいか。初めはちょっと怖かったんだよ。腹に一物を持ってそうな人は苦手でさ。今はそんなことないって。知り合ってもう何年にもなるからね。旦那、もし何か知りたいことがあれば。 リー先生に聞いてみるから、俺に言って。論面で起きたことなら、あの人が知らないことはないからね。実を言うと、喧嘩はあんまり得意じゃないんだ。みんなで和気あいあいとできるに越したことはないからね。でも、いつでもそんなことを言っていられるわけじゃない。俺にだって、失いたくないものがあるからさ。これまでは事務所がそれだった。 今はロドスもその一つさ。だ。ふぅ、危なかったな。旦那を起こしちゃうところだった。じゃあ俺もちょっと休もうかな。君がリー先生の言ってたドクターかな。はじめまして。俺は運って言うんだ。得意分野は警護と機械の修理。 お出かけにボディーガードが欲しいときや、テレビや冷蔵庫が壊れたときは、ぜひ俺を呼んで欲しいな。上には上がいるってことか。俺も頑張らないとな。ありがとう旦那これからはもっと頑張るよ旦那俺のことは遠慮せずにこき使ってくれていいよ。 自信のあることなんて少ないけど、体に関しては、それなりに丈夫だからさ。任務行けるよ。みんなの無事は、俺が保証するよ。しっかり俺についてきて、はぐれないようにね。俺がいるから安心して。 俺に任せてどこに向かえばいいみんな、俺の後ろに俺がみんなを守る先に進めると思うな治療が必要な人 俺の仲間を傷つけさせないこのくらいの傷、なんてことないさ <laughs> 旦那、悪いけど、ちょっと休ませてもらっていいかな。体がガタガタだ。旦那、ここで休んでるといいよ。 俺が戦場を綺麗にしてくるからさ。旦那、俺から離れちゃダメだ。まだ敵が残ってる。旦那早く俺の背中にしがみつくんだ背負って逃げるから巡回は俺に任せて。壊れた機会はあるかな 旦那、手伝おうかアークナイツ。おはよ、う、旦那。